コーヒータイム。今日はね、天気予報で暖かくなる、まあ、20度超えるっていう話だったんで、アイスコーヒー入れたかったんですけど、なんかね、今18度ってなってるんだけど、そのアップルウォッチのね、アップルウォッチの、天気では、18度ってなってる割には、全然ね、気温が上がってなくて、若干肌寒いっていうか、腰冷えちゃったりとかしててね、今フリース着てるんですけど、まあなんで今日はね普通のコーヒーを入れようと思います。もうちょいに暖かくなると、まあ基本的にね冬とかの方が好きなんですよ。夏でも暑いのが苦手なんでね、夏とかちょっと苦手なんですけど、まあそれでもねまあそのまあその季節しか飲めないような、そういうものもあるんでね、まあ飲めなくはないけど美味しく飲めるっていう季節があるじゃないですか。まあビールとかもねそうだし、やっぱり寒い時に飲むより暖かい時に、まあ暖かいとかいうかもう暑い時期にね飲む方が美味しいものっていうのもあるんでなんか喉があれだ、イガイガするな。だからそういうのでねちょっと期待してたんですけどね、またちょっと暖かくなってきたらいいなとは思ってますけど、はい、今日はねエスプレッソの日とかいうことなんで、これね31のラムレーズンなんですけど、これにネスプレッソでエスプレッソを入れてねアフォガードにしたいと思います。溢れちゃいそうギリギリ大丈夫でした。でね、なんかデロンギが日本のね記念日みたいなやつに登録してやったらしいんですけど、デロンギ感ゼロっていうね、そんな感じです。はい、ジェイクモです。このねマイクをここにちゃんと設置しました。まあ昨日と変わらないけどね、これはこれに関しては。でこれがねまあ外したらやっぱりねこのアームがね軽すぎちゃってミヨーンって跳ね上がっちゃうから、これはこのままにして、でねちょっとエフェクターをこっち側に持ってくるようにしました。エフェクターってかインターフェースか、オーディオインターフェースをねこっち側に、でちょっとケーブルがねビヨンって長いというか短くて、今ね手前をはわしてるんですけど、長いやつもね一旦っていうかね、アマゾンで注文したんで明日届く感じかな。でかね使ってみた感想はもうかなりいいです。設定がねめちゃくちゃ簡単、本当にねこの原因の調整と、あとここのね音量調整をするぐらいで全部賄えるんで、あとねここでねモニタリングが、この間買ったね安いやつにこのプラグのね標準プラグってやつのアタッチメントつけてぶさしてる、これもねちょっと古いやつでなんかねまあ、錆びてるってか劣化してるんで、ちょっと金メッキのやつ、劣化に強いね金メッキのやつを今日注文しました。でそれが来ればノイズとかもねこのモニターにあんまり乗らなくなるだろうなっていうところで、でねこれとあとねこっち側のマイクとかも使ってみて、これがねここにねヘッドセットが刺さるんですよ。でヘッドセットもここのマイクにこれをねこいつ挿してやると、まあ、ここのマイクとこっち側のねメインのマイクとここはねどっちか一つしか使えないんですけど、まあそれでもね使うときなんて一個だけなんで、でこれで今日ボクシングの配信とかねやってみたんですけど、まあ基本的にワイヤレスでねボクシングは動くんでやってるんですけど、
まあね、なかなか綺麗に、原因の調整とかもすごい楽なんで、なかなか綺麗に撮れてね、良かったですね。正直ね、もっと早く買っとけば良かったぐらい。やっぱね、こういう調整が楽なのはアナログのいいところですね。ほんと便利。まあ、後で、録画っていうかね、音声のテストをし、配信をしながらね、テストしてた時があったんで、それを後で乗っけようかな。はい、そんな感じです。いやね、この SM58 とね、この、AG03。06ってやつだと、もう一つね、もうちょっと増えるんですけど、この入力がね、増えるんですけど、まあ、とりあえずね、53で、あ、じゃあ AG03 でね、僕は用が足りるなと思って買ったんですけどね、これのね、セットが最高です。オーディオインターフェース最高。はい、こんにちは、ジェイクモです。今日はね、ちょっとマイクのテストしながら、成田ボーイのね、一応ね、全部クリアしたので、実績解除をね、目指してやっていこうかなと思います。一応ね、あと4つ。秘密の実績っていうのがね、4つあって、それをね、解除していく感じですね。まあ、ちょっとここら辺のね、ストーリーはスキップさせてもらいます。で、こいつね、ロード VHS は、確かね、そんな強くない。これで、これの繰り返し。余裕っすわ。あ、倒した。ちょっとね、前に迷ったんだよね、ここね。この音楽結構好きなんだよね。デジタルキングダムを探索する。どんなんだったっけこいつ。あー、ちょっとめんどくさいやつだ。お腹が割れてる時にしかダメージが入んないやつ。あ、余裕でした。